日本のゲームセンター。インストラクションカードが、筐体の上部パネル内と、コントロールパネル上部に取り付けられている。インストラクションカードとは、アーケードゲームにおけるプレイヤー向けの簡易な、操作説明書。インストカード、インストとも略称される。英語サイズ以下の小さいカード上で2枚1組のものが、多く見られ、ゲームの目的や、基本的な操作方法をイラスト付きで解説したものが、 一般的である。対戦型格闘ゲームの場合はこれに加え、横長の短冊状の用紙に、キャラクターごとの主要な必殺技コマンドを記載したものが付属することがある。特に、それらの短冊はコマンド表とも呼称される。テーブル筐体の場合は、画面の両脇に、天板の下に挟み込んで掲示する。アップライト筐体の場合は、 筐体上部に展示用のプラスチック板を2枚重ねて、立て、その間に挟み込んで掲示する。必殺技コマンド解説用の短冊は、画面とコントロールパネルの間に配置されることが多い。日本においての起源は明確ではないが、その発祥はおよそ、アーケードゲームの歴史と同じであると推察される。中でも明確なインストの登場は、インベーダーゲームが契機である。当時のアーケードゲームは、 画面上に配置された対象に弾を当てて破壊する、いわゆるブロック崩し形式のゲームが大半だった。そんな中で登場したインベーダーゲームは移動、反撃する敵が存在するゲームとして、ある種の異端であった。そのため、開発者側はプレイヤーに何らかの形で情報を補足する必要性があった。そこで、筐体画面の脇にプレイ方法を記載したのが、 明確な意図を持ったインストの起源と言える。ビデオゲーム創成機の作品の場合、大抵は、筐体のモニター枠や、操作系統付近にゲームルールの解説を直に印刷してあるケースが多かった。これは、当時、基板やロム交換による改造で筐体を別のゲームとして再利用する概念が全くなかったためである。後に、日本国内で、 テーブル筐体の普及で筐体の汎用性が重視され、筐体内のゲームを入れ替えるとともに、新しいゲームのプレイ方法を容易に差し替えられるよう、紙の媒体によって供給されることになった。これがインストラクションカードの始まりである。実際、日本で発売されたアーケードゲームの場合、インベーダーブーム以降の作品は、大型筐体を除いて例外なく、 インストカードが存在しているが、海外では、ビデオゲーム創生期から基本的に筐体売りのケースが多いため、ほとんどインストカードが存在しない。日本製のビデオゲームを海外で販売する際にも、現地語に訳された、インストカードを同梱する例がある一方、最低限のゲーム内容をオペレーターに把握できる、程度で、ゲームのチラシを同封し、インストカードを作成しないで海外にリリースする例も、ある。 ありがとうございます。